birthday to you。 あー、はい、ちょっとね、今日はね、セルフハッピーバースデーということでね、はい、忙しいです。はい、というわけで、誰の誕生日を祝ってるかというと、じゃーん、私です。すいません、ありがとうございます。今日はね、ハッピーバースデーということでね、インコたちと楽しくパーティーをしておりました。はい、これね、はい、うちの子たちはみんなね、枝豆とコーンが大好きです。もうね、もう食べないのね。でも散々食べたからね、もうね、いいのね。おいで、はい、おいで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 、はい、はい、ありがとうございます、お祝いしてくれて。はい、あのね、これね、一人でこんなパーティーやってるのが実はね、すごい楽しいんですよ。本当に楽しいの。うん、あのね、もうね、ちょっと映んないようにしよう。はい、ね、はい、だってね、ちょっとすごくね、なんて寂しいことしてんのって思うでしょ。だけどね、実はね、すごいもうね、これがね、最高に楽しいの。あのシュールね、傍から見るとシュールだけどもね、こんなね、はい、これぞ大人の遊びっていうね、ことで、はい、一人を楽しんでおります。はい、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 ね、はい、いかがでしたでしょうか。おはようございます、アラシーズのちゃーちゃんです。はいね、見る人によっては不安や何か物悲しい切ない気分に陥ったっていう方もね、中にはいらっしゃるかもしれませんが、はい、お一人様パーティー、本人は至って楽しんでやっておりますのでね、大丈夫ですよ。はい、ご心配おかけいたしました。あのさ、私ね、自分の誕生日をね、人様におめでとうって言われるのがね、どうも苦手なんですよね、昔から。第一にさ、悪魔の日なんだよね、もうこっちにしたら。どうしてみんなさ、人のお誕生日まで覚えられるんだろう。本当にさ、みんな偉いなと思うんだけど、いや、私さ、人のお誕生日も覚えてないし、自分のお誕生日だって忘れたいのにね、人の誕生日覚えてるわけがないよね。はい、なので嬉しくないわけよ、悪魔の日だから。はい、おめでとうっていう感覚にはどうもなれなくてね、昔からそうなんですよね。はい、あとはね、もうそのおめでとうおめでとうっていうのが、あの照れくささで身の置き場がなくなるっていうね、なんかそんな感覚に陥ってしまうので、どうも人様からお祝いされることが苦手としております。はい、そういうわけで、今回はシュールなお一人様パーティーと、爽やかなね、秋に近づく爽やかな空、お送りいたしました。ほんとさ、涼しいよ。うん、昨日も一昨日もね、ちょっと涼しかった。おはようございます。ウォーキング歩いてます。すごいですね。そう、ありがとうございます。はい、お散歩のね、アジさんと挨拶を交わしました。近所のアジさんです。はい、いかがでしたでしょうかね。最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイ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 。あー、怒った怒った。バイ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 。はい、バイバイ。